はい、参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。本日、令和元年12月5日、時間は18時23分です。NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。よろしくお願いします。先ほどですね、帰宅をしようと思っていたところにですね、警備の方から説明がしたいことがあるということでですね、説明をいただきました。参議院事務局の警備の方でですね、どうやら、本日の16時、過ぎぐらいにですね、YouTuber のサーファー、たかしなる人物が議員会館に来たという報告をいただきました。どうやらですね、参議院議員会館って1階のところで一般の方が入るときはですね、1階の入り口で金属探知機の検査を済んだ後、受付を済ませて入る必要があるようなのですが、どうやらですね、警備の方のお話によると、金属探知機をですね、通過した後は、いろいろ受付したりとかあったんですけど、その場でどうやら三脚を立てて、スマートフォン、設定して撮影を始めたらしいんですね。はい。議員会館っていうのは一応共用スペースは撮影禁止になっておりまして、それでいろいろあったみたいなんですが、ちょっとそこで、サーファーたかしと、警備の方との方で、いろいろとあったみたいです。ちょっとね、どうやら、ね、誰かに危害を加えるとか、そういうのがない限り、ちょっと拘束するとか、そういうのはちょっとね、いろいろと難しい面があるみたいで、本当に、ご苦労なされたようです。ちょっとね、本当に、いろいろとね、サーファー高橋考えがあるんだとは思いますけど、正直言ってね、非常に迷惑をしております。警備の方の労力を考えるとですね、なんでこんなことをするのかなというところであります。で、結局その後、議員会館の外に出して、後に、また、ね、警察の方であったり、一部機動隊の方もかな、ご対応いただいたみたいで、結局、サーファーたかしが壁を登ろうとして、とかね、そういうところもあって、怪我したり、怪我をしたとか、なんとかで救急車を呼んで、虎の門病院まで運ばれて、とかいうお話でした。ちょっと、いろいろと私もね、今話を聞いて、ちょっとね、どうしたもんかなというところではありますけど、一応報告をさせてもらいます。ちなみにですね、今後は、サーファーたかしは議員会館にはですね、もう受付の時点で、もうシャットアウトですね、ブラックリストに入ったとのことでしたので、そういうことです。ブラックリストに入ったということは、議員会館ってその他の議員の許可があればですね、議員会館入れてしまうんですね。そういう意味では、今回ブラックリスト入りしたということで、そういう、ちょっとね、かなり入りにくくなったとは思います。いずれにせよですね、ちょっと今後もですね、気をつけていく必要があるかなとは思います。とにかく、いろいろとありますが、
まあ、なんと言うんでしょうか、いろいろとね、言葉を選びながら喋ってますけど、とにかく、まあ、いろんな方がいますけど、まあ、こんなことやって何の意味があるのかなという思いはありますので、ね、もう今日についても警備の方が、まあですね、非常に、大変な思いをされているわけですので、まあ、できればね、その良心があるのであれば、もうちょっとですね、行動の方をですね、見つめ直していただければと思います。先ほどまでね、マイクで外で喋ってた人についもはについてはですね、まあ、いろんなね、思いがあってそういうことをされてるんですけど、少なくともですね、警備を押しのけて入ったりとかですね、ということにはなってないんですよね。そういう意味ではもうはるかにマイクで喋っておられる方の方が健全です。はい。まあそうですね。まあこんな感じで、まあ警備の方の余計な仕事が増えてしまったり、まあ、私もね、こんな感じで報告の動画を上げざるを得なかったりということで、まあ、今時間18時29分ですね。ちょっと、まあ、帰るのが少し遅くなったりというのもありますが、まあ、いろいろとありますが、こういったことがあったということで、説明、報告をさせていただきました。ちょっとね、喋る内容の順番がまとまってなくてですね、お聞き苦しかったとは思いますが、ひとまず私からの報告を終了させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。